今日も今日とて私の時間よ。ちょっと、どこ見てんのよスケベ。そのおっぱいは見なければ失礼というものです。見せたくないならボタンを閉じなさい。いやよ、胸が窮屈で息苦しいもの。我々天狗の登場頻度が高くて嬉しい限りです。今日もいっぱい頑張りましょうね。あのさ、なんかあんたが相棒のパターン多くない？嬉しいくせに。いや、嬉しくないから、くたかと変わって。あら辛辣、昔は自分からすり寄ってきたのに、シリーズができてから旗手は変わってしまいました。しくしく、時間の流れは本当に残酷です。私たちはもう仲良し天狗には戻れないのですね。わかった、わかったからそのうざい乗りやめて、最初からそう言えよな。どうしよう、ひっぱたきたい。で、今回はどうするんですか？寺子屋のおちびたち、もう夏休み入ってるらしくてさ、で、自由研究を一緒に考えてほしいって。寺子屋のおちびといえば、チルノをはじめとしたおバカ軍団よ。バカルテッドだと、大王生産入らないんですよね。5人まとめた総称があればいいのですけれど。幻想防衛隊。あたいたちは幻想防衛隊だー。あの子たち、人間的には十分におばあちゃんなのになんであんなにお子様なのでしょうか。知識を得る機会がなかったのよ。幻想郷って言葉の壁もなけりゃ知識が必要な場面も少ないし。ああ、そこの君、ホタテくん。ホタテよ、あたいたちの自由研究の手伝いをさせてやる。そりゃどうも、で、何をするのよ。あたいがいかに最強であるかを調べるのがいいかなって。あなたたち、ちょっと順番に自分のアイデア言って言って。人間は何歳のどの体型が一番美味しいか調べる。テラコ屋でそんなもん発表したら退治されるわよ。人間の体内に虫を寄生させて観察日記作る。想像するだけでキモいから無理。人間の肉を表メニューにしたら屋台の売り上げが上がるか検証を。人間から離れろや。あんたたち、よくもまあそれで人間の里に出入りできるわね。里の人間には手出ししないよ。時たま外から流れてくる人間を使えばいいんだよ。幻想郷ってそんな仕組みなの？手段はゆかりさんの隙間なのかわかりませんが、妖怪が里の人間に手を出さないように外から何らかの条件下の人間を引っ張ってるって話ですよ。我々はあんな臭いもの好みませんが、人の味を知ってる妖怪が人食いを我慢できるわけがありませんからね。平和そうで意外とヘビーな環境なのね。それで、大王星さんは何かアイデアは？そうですね、私は優香さんのところで一緒にお花を育てて観察日記を書こうかなと。ああ、無難だしもうそれでいいじゃん。そんなのやだ、あたいが最強であることを証明するんだ。そんなこと言ったって、どうやって証明するのよ。ふふ、最強のあたいが教えてやるぞ、ホタテ。ホタテな、姫街道ホタテだからな。東海道？姫街道。ちょっとあなた、人の名前を間違えるなんて失礼ですよ。私はあなたの味方ですからね。北海道ホタテ。敵しか感じねえよ。あとおっぱい揉むなや。ほいじゃ、最強の証明をするぞ。しっかり記事にしていってね。よろしく。まずはカエルを凍らせます。人の心とかないんか？ちょっと、それやると怒る神様が悪い怖いねえがー。いや、なんで揉むのよ。っていうか登場早くない？スタンバイしてたんですか？そこそこ力のある神様ならどこにでも目があるし、どこにでも移動できるよ。何も隙間妖怪の千倍特許ってわけじゃない。まあ、私は土着心だからあんま広範囲には移動できないけどね。覚悟のないものはあの人の前で立っていることすらできない。相変わらず、すげえ覇気だ。すわ。こんな幼女が上位クラスの戦闘力があるってんだからびっくりよね。幻想郷の強さランキングで言うと、我々も中間くらいですからね。神様とか月の人たちが強すぎます。一応、天狗も山の神様として扱われたりするくらいには力あるんだけどね。バカめ、罠と知りながらのこの子やってきやがって。完全にセリフが悪者じゃないのよ。今日がお前の最後だー。お、凍らせた。氷妖精、君みたいな可愛い子は好きだよ。思わずいじめたくなっちゃう。へ。うわ、当たり前のように氷から出てきた。あの人のレベルだとやっぱ凍らないんですね。お仕置きタイム。え？何？何が起きたの？今日のところは勘弁してやるぜ。はなーん、食べられる、食べられちゃう。ぬるぬるする、この中すっぽいぬるぬるするよー。チルノちゃん、ぬるぬるどんな感じ？どんな風にぬるぬるにされてるの？いや、助けないんかい。歯のないババアの生温かい血でもぐもぐされてる感じー。歯のないババアって、詳しく、説明してください。今、私は冷静さを欠こうとしています。もはや手遅れだろ。チルノちゃんがぬるぬるなのも興奮するけど、ちょっとぬるぬるされるのに興味があったりします。混ぜたお子様だこと。このカエルくん、今は私と繋がってるんだ。私の分身みたいな状態だね。今、カエルくんのお口は私のお口と同じ。私、お口の扱いは上手だからきっと気に入るよ。君も氷妖精みたいにもぐもぐしてあげようか。はいはい、おちびに変なこと教えないでください。スワコさん、そうやって何人飲み込んだんですか？変なこと聞くね。いちいち食事の回数なんか覚えちゃいないよ。ほら、わかったでしょ妖精ちゃん。あなた、火に飛び込む夏虫と同じ目に遭うとこだったわよ。ところで、あなたたち天狗がなんでここにいるの？いるなら氷妖精がカエルくんを凍らせる前に止めてくれてもよかったじゃん。なるほどねー、自由研究。懐かしいね、サナエも小さい時にやってたよ。あなたたち、自由研究するならサナエのお手伝いするのはどう？ミコさんがどんなお仕事してるのかを体験学習してレポートにまとめたらいい。いいの？チルノたちはともかく私たちは3人とも人食い妖怪だけど。結局寺子屋のお勉強なんてあなたたちが人間社会を学ぶためのものでしょう？なら人間の仕事をするのはいい経験になるでしょ。助かります、お手伝い頑張りますね。いいんですか？人増えたらサナエにも夏休みあげれるでしょ。ほとんど神社にいるんだから疲れないだろって思うかもしれないけど普通に疲れるし休みは必要だよ。専業主婦に休み与えない旦那はクソだと思ってる。誰に対する愚痴ですか？
ところであなたたち、なんで釣りしてるの？なんか自由研究に使えるもの釣れないかなって。そんな都合よく釣れるわけ。なんだ釣れたー。私だ、お前だったのか。いや、どんな登場の仕方だよ。幻想郷って言ったな。まあまあの星じゃないか。なんで侵略者が湖から釣れるんですか。出番よく立ったのか。ゴミね。出番よくってなんだよ。消えろ、ぶっ飛ばされんうちにな。うわー、うぬぬするのー。なんで叶わないと知りながら喧嘩を売るのか。小悪魔さんだからでしょう。